本日のマッチは浦和レッズ対ヴィッセル神戸、埼玉スタジアム2002よりお届けしてまいります。さあ選手がピッチに入ります。レアリストです。浦和から見てまいりましょう。ゴールキーパー西川、牧野、岩波、遠藤、宇賀神、阿部、柏木、竹富、そして前線にマルティネス、ヤファエル、ボーロキ、勝者はどちらなのか。さあ間もなく試合です。浦和のキックオフでスタート。浦和レッズ対ヴィッセル神戸、エキシビションマッチが始まりました。解説は七海さん、そして北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで奪われます。ボールが収まりません。見た、さあどこへ出すのか。いいパス出ましたね。小川いい形ですよ。中見ますよ。ここでクロス、渡辺組み立て直します。前半の3分の1が経過しました。このボールはつながりません。さらに前に行きたい、竹富、カットです。さあ立ち上がり、まだ両者に得点はありません。渡辺、なかなか前にボールが運べません。浦和、牧野、宇賀神、ここは通りません。ここは一旦キーパーへ下げます。高橋、いいカットですね。抜けますか。シュート、ポストだ。倒されます。これはペナルティーエリア内。浦和 PK を得ました。今激しいプレーでしたね。慌てなくてもいいシーンだったと思いますけどね。この判定は後々物議を醸しそうです。ここで先制のチャンスを迎えています。これを決めるとこの後の試合のペースつかみやすくなりますよね。ボールを奪います。高橋、チョン・ウヨン、ナス、渡辺、オドルスキ、スローイン、チョン・ウヨン、ボドルスキ、浮き球で裏を狙う、中に入れる。面白いですよ、このボールも。ここは拾いたいですね。ゴール、神戸先制1対0。こぼれ球に反応、そのまま押し込みました。こういったセカンドボールに対しても冷静にしっかりと押し込む、非常に落ち着いてましたよね。
さあ神戸1対0先制しています。いや非常に大きな1点ですけど、ここで前半の終わりを告げる笛がスタジアムに響き渡ります。前半終え1対0さあ前半が終わりました。浦和としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね、はい、まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね、うん、そうですね。さあ後半スタートです。素早いアプローチです。小川先ほどゴールを決めている。中フリーでしょ。小川へどうする。小川落ちきらなかったですね。クロスバーの少し上、素晴らしいシュートだったんですけどもね、ここは枠に行っときたかったですね。竹富、さあ誰に出すのか、チェックを受ける牧野、コオロギ、チャンスでしたが取られてしまいました。宇賀神、柏木、左サイドフリーですよ。ここからラインの裏ですね。ボールが抜ける。ここはカットされる。宇賀神、さあスペースを狙う。いいボールだ。いいところシュート。さあ興梠のシュート、オフサイドですかね。ここでフェイント、キープできるか、前を向けるか。小川、このボール争い、あ面白い、オープンなゾーンだ、繋がりません。カット、ホドルスキ、チョン・ウヨン、どういった攻めを見せるのか。ラファエル、うわ展開早くなってきましたね。抜け出しました。いいボールですね。これは奪われました。スペースを狙います。タイミング合わなかったですね。ディトン、ディフェンスをものともしません。スペース出ましたね。いいインターセプトですね。見た、さあホドルスキー、ね、左サイド、宇賀神、ここつなげれば、遠藤、大きく縦へのボール、ここで終了を告げる長い笛。1対0浦和敗れました。1点に泣きました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。浦和としては結果としてうまく逃げ切られたという形になりましたけども、相手も守ろうとしたわけではないと思うんですよね。ですからもう少し攻めの形に工夫ができたら結果も変わってきたと思いますよ。はい、ありがとうございます。
さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さん、そして七海博さんをお招きしてお送りいたしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。浦和結局1対0、追いつけませんでした。